とうございます。おはようございます。え、どうしたんですかその格好。うわー下手ー。初めて突っ込んだ。初めて突っ込んだ。そう、でも仕方ない。せっかくこの格好できたのに誰も何も言ってくんないから。いやいや、トナカイさんですね。そうなんですよ、クリスマスだから。うん、そう半年時期外れいいかなと思って、ちょうど今なんじゃないかなって。何の意味ありますよね。何もないですよ。寝巻き的ななんか寝巻き、あ、寝巻き。先輩のパジャマをお借りしました。パジャマなの？パジャマ。先輩からそれ受け取っても俺嬉しい。いやいやいや、先輩かって。後輩にもあげたくない。よし、さすがにね。なんで今日の MC 誰でしょう？俺ですね。あ、結局やってくれるんですか。ありがたい、お願いします。はい、トナカイが進めますよ。お願いします。お願いします。何します？しりとりでもしますか？まさかのしりとり。うん、何かしらコメントしてよ。なんか早い早い早い。めちゃくちゃ。どこにコメントすればいいのかな。とりあえずなんか、なんかやってみたいな、そういうリクエスト的なね。あ、じゃああれやったらトナカイポーズ。トナカイポーズ。あ、やってほしい。ごめんなさい、本当ごめんなさい。まだ申し訳ない。それはトナカイポーズね。立派なトナカイでしたね。うん、これ飲んでいいですか？まあね、先週初めて出させてもらって、うん、それを先輩が見て、お前普通すぎると、もっと弾けろよみたいなこと言われて、なるほど、じゃあトナカイ来ますよと。確かに弾けるようなグッズだったらいっぱいありますからね。うん、そうですね。弾けましょうよ、もう。全然、ね、弾けましょう。シャカさん、これとか絶対似合うじゃないですか。絶対違いますよ。絶対これ釈迦さんじゃないですか。大仏じゃない、奈良の大仏みたいな。これって釈迦さんモデル。あ、そうです。僕の顔から形を取って作ってますか。怖いね。怖い感じ。これは、これはインパクトがやばい。誰かわかんないですよ。わかんない。うん、確かに違和感。はい、今日なんかおしゃれ。地元にいたわ。こんなんいます？大仏かぶる人いるんだ。どんな地元？いや、大仏はかぶってないですよ。この感じ、正面から見た感じが、うん、なるほど。今日は何をする？あ、そうですね。何します？うん、今日は季節外れ感。うん、だからこそ今なんじゃねえかなっていう。まあ確かに。あえてというか。うん、そうね。ちょうどね。クリスマスまであと半年きれい。そう、半年しかないですからね、もう。早かった。モノマネ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 。じゃあモノマネしますか。ドラえもんの歌を歌うニャンチューやってくださいよ。ニャンチューって誰ですか？どっちですか？あんなこといいなの方ですか？あんなこといいな。あんなこと、うん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 、あんな、ほんな、ほんな、ほんな、はい。ね、クオリティが素晴らしい。いや、俺、俺も思った。クオリティしかないです。ありがとう、俺も思った。うん。でも、はい、だからなんか、楽しかったよね。うん、そう、うん、感じ。ね、今日起きてから、ね、シャワー浴びて、トナカイに着替えて、昼過ぎの歌舞伎町をね、この格好で歩くっていう。もう、素晴らしいですね。歩いてきた。歩きました。で、途中ホストさんのね、集団とすれ違って、2部かな、わかんないけど、うん、まあ、すげえ笑われましたよね。こう、爆笑じゃないけど、こう、何あるみたいな、そういう笑い。いつの時代だよ。失笑ですからね。失笑を買いました、ね、歌舞伎の失笑を買いました。たその勇気すごい。そう、そういう、そういうコメントをね、いっぱい欲しいよね。その勇気。1個しか来てないですよ。早く、うん、まだコメント。どの辺？どの辺？あのね、リスナー参加型の。ね、なんだっけ、うん、あれ、近所の大黒ドラッグとセブン行って行ったよ。ここまとめたの。確かに、ゆうさんは喋ったな。なるほど、あの辺か。はい。わかる気があっていいと思う。とりあえず何かしら話しましょう。まあ、うん、そういう気はね。何かしらね。
そう、誰か LINE 来た人います？あ、来た来た、来ました。マジかよ、来ました。先週一発目かよ、うん、じゃあもうこの話なしにしましょう。 LINE しても今、今 LINE して、みんな5、6回出てて、1通も来てない俺にその会話はもうやめましょう。今してもらえばいいじゃないですか。できますよ、タイムリーで。うん、どうせみんなパソコンで見てんでしょ。パソコンパタパタしながらちょっとこう携帯ポチポチすればいい。ポチポチないね、なんていうの、パタパタすればいいじゃないか。スイスイすればいいじゃないか。間違いない。俺の ID 分かりやすいでしょ。俺の ID これ分かりにくいから来ないのかな。好きなタイプ教えて。好きなタイプ教えてって。分かりやすくない。みんな無視する。サイズでアンダーついてるんですか。アンダーバーアンダーバーカニカアンダーバーアンダーバー絶対分からんすよ。そうなんですよ。ああ、見えないのかな、下が。うん、下が見えない。ちょ、見えないですね。もうちょっと白い腹を増やしてほしい。 LINE したらどうなる。 LINE したらどうなるの。そういうこと。とりあえず、まず LINE して、うん、LINE してもどうにもなんないけど、まずいっぱい LINE してもらって、まあ、8割方無視するんで。追加しない、絶対追加しない。モチベーションが上がらないと遅刻する可能性が増える。遅刻すればいいじゃないですか。逆にね。うん、逆にも。いや、もうそしたらもう。シャカさんみたいに来なくなっちゃう。シャカさん。シャカさん。ブッダですよ、俺は。いや、シャカさん。あ、それブッダ。そっち。ほんまやろ、シャカさん。シャカさんだ。なんでかぶんないんですか、逆にこれ。シャカなの。え、違う。違う、それは違う。違うです。ええ、ね、ね、崩れますからね。しかも、ぐちゃぐちゃになります。俺だけだ、こんなの。そうなんですよ、もう焼きの方だし。当たり前ないですか。あそこに中世の騎士とかあります。騎士、騎士。ああ、中世、ね、かっこよすぎるんでダメです。ラインしづらいってどういうことですか。ラインしづらい。ラインしづらい。俺ほどユーモアに溢れてウィットに飛んだ人間いないと思うんだけど。飛んでるわーウィットに。こんな飛んでる人見たことないわウィットに。すげえ飛んでるわ。持ち上げ方下手くそだよ。ウィット。おお、ありがとう。ウィットって何ですか。わかんない。なんかいい質問来ましたね。好きなタイプの芸能人は。好きなタイプ柴咲コウ。おお。ああ、サーゲンダッツのあの CM の。ああ。お好き。いいな。ボア。ボア。可愛い。ボア。ああ。ボアね。大久保歩いてたらいそうですけど。いるじゃねえか。あ、確かに。いそう。ロミオ行きたい。北川は。あ、戸田恵梨香いいよ、俺好き。結構ね、かわいい。ケイコも確かにかわいいよね。かわいいけど、結婚しちゃったからもう、やだ。あ、そっかそっか。まあ、ある、なんかこう、奪えばいいのね。確かに、うん、結婚したら嫌なの。ありえない。嫌なれますよ、ね、大悟に宣戦布告しようかなと思った。遅いだろ。そっかね。遅いだろ、ほんとに。石原さとみ、かわいい、確かにかわいい。やばいやばい。でも、あざとい。あの KSK って第5語で何だと思う。え、80番。 80? かすか。 KSK 加速、加速っすね。あー、女子に早くなった、うん、加速加速加速あだちゆみっすね。あだちゆみ加速、そっち加速。誰が加速だった。加速ってね。結婚してください。誰に言うてんの。わしか。あれ、怖くないっすか。しかもメストナカイこういう。ふわふわ。あ、白石麻衣ね。白石麻衣すごい人気ある。白石麻衣って誰ですか。俺も知らない。映画の神様の福沢さんの隣にいる人。誰もわかんないね。本当にテレビ見ないかも。結婚するなら何歳で。うん、あ、若いパパになりたいですよね。運動会で無双したいですよ。レッツさんテレビ見ないから泣いちゃって。乃木坂ある。いや、まだまだ。父兄参加の運動会出たいとかないですか。あー、まあ、確かにそれは若い、うんうん、若いアスリートパパとしてちょっとこう参加して、他のね、おっさんたちをこう、うん、ぶち抜くのやりたいですね。まあ、若いうちにやっとかないとっすからね。そうそうそう、走れなくなるし、周りの40代、50代を抜かせる楽しさ。そう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 、絶対大人げねえな、それ一人だけ本気出してる。もう運動会ガチ勢としてちょっと、まあまあ、参加してる。妹からは賞賛やれますけど。あ、周りから距離置かれますけど。白石美穂。ああ、ね、福沢さんの隣ね。みんな分かんないと思う。エンタの神様隣にいる人ですね。そうそう、福沢さんの隣の。ああ、全く分かんない。誰じゃん。エンタの神様古いな。
古い、確かに古い、まあ古いけど字幕付きのそう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 字幕が鬱陶しい、あのあれ字幕ついてます、ついてます、ついてます、うん、で、お客さんの笑い声がでかすぎて聞こえない、いや、ほんとあ、そう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 、ね、好きな芸能人とかいます？あ、間違えた、お笑い芸人とか、笑い芸人、おノンスタイルですね、あー面白い、あと、乳酸菌のささやき、あれ乳酸菌のささやき、最近メイプル超合金好きなんですよ、メイプル超合金、わかりますね、え、知らない、ガンダムの素材ですか、いや、確かに、あ、ガンダムの、ガンダムの素材、素材ですね、メイプル超合金でできてるんですよね、ガンダムはね、うんうん、できてる、硬いですもんね、結構ね、あ、そうですね、あ、超新塾面白い、超新塾面白い、 あれはめちゃくちゃ好きだった、うん、超新塾は、うん、途中から黒人入ってきたの知ってます、ね、超新塾、え、超新塾、あ、坊主の黒い、坊主の、坊主だったはず、まあ、出たがりなんでしょうね、出たがり、出たがり、まあ、出たがりでしょうね、チーモン長中、チーモン長中、言いたくなる、早口言葉です、声に出したくなる、へぇ、ね、まさきぶりやすゴー見ながら、それをあれゴー見ながら、うんちょこちょこちょこピーか、うん、そうね、アンジャッシュ安定、もうちょい面白いコメントして、うん、話題、話題出てこんから面白いコメント提供して、厚切りな、薄切りジョンソン、誰だよ、誰カチモン、カチモン、誰だよ、芸人の羅列じゃん、もうずっとハリウッドザコシュ、厚切りジェイソン、もう分かったあ、じゃあさっきのモノマネと絡めて、うん、芸能人、お笑い芸人のモノマネを、お笑い芸人のモノマネしてほしいなーなんて、お笑い芸人、誰がいいですかね、うん、じゃあ厚切りジェイソン、あ、一回厚切りジェイソンやってみましょう、やりましょう、一回やりますか、ホワイジャパニーズピーポン、誰ですか、じゃあ次、薄切りジェイソンやる、薄切りジェイソン、薄切りジェイソン、薄切りジェイソン、ワイジャパニーズピーポー、熱いです、そっちの方がそっちの方が熱かった、熱かったですよね、平泉聖だったね、平泉聖だった、平泉聖だった、薄切りのつもりだったんですけどね、ちょっと熱くなった、クオリティが高い、めちゃくちゃ分厚かった、こうお味噌汁に入れる人参とか切ってる時にちょっと熱くなっちゃう、熱くなってちゃう、中まで通ってない、中まで通ってない、あ、あれやります、今からカタカナ言ったやつ、バツ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 、が外来語を使ったら、外来を使ったら、横文字禁止、横文字禁止ですね、やりますか、やりましょう、やりましょう、バツ、バツ何にしますか、バツはモノマネモノマネ、あ、それでいきます、デコピン、やだわ、痛いもん、デコピンなんか痛さ、痛いからやだ、絶対痛い、俺なんかもうね、うん、2人初対面いるからね、気まずすぎるから、おお、初対面でいきなりデコピンしたと俺泣くからね、うん、いや、釈迦さんのデコピン本気痛いっすよ、だとすればやりたくないですやったことないっすけどねそこにちょうどいいのがあるじゃないですか、あーね、あれ、あーいいな、リコピン、リコピン、あれリコピン、トマトに入ってるやつね、抽出すんのバツとして、そこに書いてあるんですよ、リコピンで俺が変なこと言ったみたいになってるけど、うん、俺はあれですからね、一回言ったら100円、そんな大金持ってない100円、テキーラ死ぬわ折り紙付きで死ぬわ、そんなもん一回言ったら10円、10円もないな、下がった下がった、うん、下がった、下げしてきた、うん、もちろん賭けで、賭けで、あ、賭け、そうだね、賭けで持ってきて、誰か身分証持ってきてないからダメだわそこね、大事です、確かに保険証あるんですけど、ね、財布持ってきてないですけど100円コールがやだ、100、え、何1000円なんであげんだよタイミングで、タイミングで CM お願いします、1000円きつい、 CM 行くってよ、うん、おうそれタイミング、それタイミング、タイミング、え、タイミングで、じゃあお願いします、 CM 行くってよ、We'll be right back.
ばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。聞きたかった後で。いやー、それは聞きたかった。やめましょう。笑う犬ってなんですか。笑う犬の冒険、ね、懐かしい。笑えるの。びっくりした。笑う一発けど。あね。あ。生きてるってなんだろう。生きてるってなーに。電波少年は知らねえな。古すぎる。古すぎる。8時だよ全員集合勝ち。おっさん混じってない。8だよ。光るね。世代だよね、やっぱね。ビバリとルイとかね。全然わかんないし、外来語だし。外来語じゃねえっすわ。ピカルか。ピカルは日本語っすよ。いや、ビバ。ビバリとルイ漢字っすもん。どうデジじゃないですか。デジだけど日本語ですかっこいい。いやもうドキュメームにもなかる。100円だ。ん100円、え100円、じゃ、いや違う、今のは違う。ピカルは日本語だし、うん、ね、あいつピカってんなとか言うじゃないですか。うん、ピカリたがるなみたいな、そういうとこあるから、うん、あるある、うん、ビバリもビバリ、まあ形容詞だよね。ビバってらっしゃるなーの方みたいな、そういう。あー、なるほど。ルイも負けようしてね、うん、ルってんなーっつって。なんでもないわ、ごめんね。俺はあのドキュンってダメじゃねーのコメントをどうやって回避するか必死に考えてる、うん、ドキュン、ドキュンってダメじゃ、何がダメなの。外来語じゃない、うん、あー、セーフ。あれ日本語ですかね。広辞苑にも来年ぐらいに乗る予定の。うん、まあ乗りますね。乗ります、うん、俺も乗せようかなと思ったところだし、ちょうど、うん、あ、そっか、カタカナ、うん、カタカナアウト。あ、そうなの。カタカナ、カタカナ禁止。カタカナ禁止無理でしょ。カタカナはでも漢字で書けるんで、うん、うん、だし、ね、何がカタカナかって貴様らのさじ加減やんけ。ってことは、ローマ字で書けるやつだったらいいのか。ローマ字で書けるやつ、うん。英語チックなこと言ったらピンタで。あ、わかりました。あ、ピンタやめよう、やっぱり痛いから。セカさんデコ僕のね、ええ、必殺っていう。だ、性癖暴露しとけばいいんじゃないですか。性癖なんてな、どぎつい、どぎつい性癖。そんなに俺、すごいもんないですから。うん、いや、絶対誰しもがあるはず、人に言えない性癖。ん？セーフって言ったやつ手あげろ。はい、言ったよね。え、俺今した。今言ったよ。今、なる、現行犯やめて。違う、今のは違う。好きな V、 V、 女性の好きな V、 V 破壊の V ね。好きな肩、ももかな。肩、なるほどね。肩、あー、肩わかるかも。肩出し、肩出しエロ。肉みたいになってる。手羽先とか、うん、手羽先この辺かな、多分。誰か内臓って言ってる人いるけど大丈夫。内臓283。あー、あの子の内臓なかなか綺麗だったなとか、ちょっとね。怖い、何が見えたんか分からん。怖い。心臓とか手羽先ね。砂肝ってな。砂肝砂肝人間にないじゃん。焼き鳥じゃん。人間にはねえんだ、残念ながら。トナカイにもねえんだ。トナカイ逆に何があるんですか。トナカイは、あれですよ、うん、トナカイ何食うんすかね。餌、魚か、魚じゃねえわ。草袋ですね。草袋トナカイ、あ、あの石を飲み込んで潰す。トナカイアウト。まあ、確かに。うん、どうやって書くんですか。カタカナですよね。戸棚の塔に、うん、納豆の名に、うん、虫の皮によろしくみたいな、一文字一文字当てる。井戸の井。で、トナカイですよ。
なるほど。セーフでトナカイは。それが今のが、今のセーフでってのがダメなんですよ。まあまあ、うん、うん、あ、そう。あ、よろしいですよ。よろしい。セーフって日本語でなんて言うんですか。大丈夫じゃん。大丈夫。大丈夫。大丈夫。無事。無事ですわ、無事。この上なく無事。この上なく無事。無事極まりない。無事。なるほど。いや、話しにくいな。うん、ちょっとなんか言葉をね、ゆきさん一言も話してないし、話さにゃ、話しましょう、性癖を。なぜ性癖になるんすか。話しましょう。俺さっき政府連呼したから、俺ちょっと暴露しないと。二つ。ああ、なるほどね。だ、あれなんだ、あ、ダメ、ん、ん、え、だって性癖罰になったら性癖引き。じゃあまず、じゃあまずね、うん、トナカイの性癖をね、うん、おお、まあ、女の子と、まあ、部屋で二人きりだけじゃないですか、うん、まあ、ホテルとか行きます。どこに。ホテルとかね。え、どこに。どこに。え、どこのホテルかって。え旅館ね、旅館。旅館、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 あ、愛の旅館ね。めっちゃホテルですか。今のはあれ愛の旅館、ね、旅館、愛の旅館。旅館って。愛の宿泊所に行った時に。宿泊所で、便所、うん、便所に、便所って女の子が便所に行ってる時に、うん、扉のね、うん、鍵をこう急にバンって開けてこうバンって入るのが好き。いや、それ分かんない。ちょっと、うん、ド変態のところに入りたいってやつですよね。ちょっとおしっこしてくるとかっつって入ってて、おーっつって入ってる時にこう急にこう10円とか持ってきてこうバンって開けてバンって開けるのが好き。その光景が好きなの。光景というかキャーってなるやつ。キャーっつって。おかしいんじゃないかな。それで興奮するの。興奮、まあ興奮しますよね、やっぱり。どこに興奮するんですか。そこ、まあシチュエーション、あ、ええ、あ、な、な、状況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 ね。うん、でも前もってそういう話をしといて打ち合わせしてても、はいはい、バンバンってなったら興奮するんですか。しますね。へえ。こう何回かそれをやってトイレ入るたびに女の子は警戒するじゃないですか。はいはいはい、はい、で警戒させるだけさせといて何にもしないみたいな。え、来ないのみたいな。すでにしてるからね。さっきまでしたら来ないのもみたいな。ちょっとこう逆に来ないパターン。そうそうそう、そういうあれも好きですよね。なるほどね。うん、うん、右側しゃべるよって書いてあります。私ですか。しゃべりましょう。じゃあ、ちょっと話しすぎましたね。そうですね。いや、知らない人がいるとすごい、うん、逆に外来語しか喋んないぐらいのね。知らない人しか喋んないじゃないですか。セーグ性、セーグ性ですか。セーグ性、沖縄語、セーグ性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 。あー、いや、性癖でいいじゃないですか。なんで食い読みしてるんですか。お祈りしましょう。フェチ、フェチ、フェチ。え、え、シャカさん、僕、フェチは場所じゃないね。声かな。声フェチかな。栄光ね。あ、声、声、うん、まあ、どういった声がダメですよね。吐息混じりの、もう説明できないんで、あれ。はぁ、あ、そういう感じですね。えぇ、つぇ言ってんすか。平泉東急、吐息混じり。今、平泉せいだフェチアウト、もういいの、やんないの、もう。 あ、カタカナがフェチアウトも分かったからね。それで煽ったんだ。フェチズムの略ですか。フェティ、フェティ、フェティドゥブ。フェティドゥブの略ですか。フェティドゥブ、うん、なんか、ね、歌手でいるよね、なんだっけ。フェティ、フェティ、フェティ、フェティズムみたいな感じ。いないと思う、知らないけど。レーザーラム、レーザーラム、あれ、歌手なの。何があったんですかね。芸人のくだり、好きな芸人のくだりもう終わったわ。なんかこうコメントでなんかやれや、なんかくれや。ベジータ好き、気になるな。結構ネタくれてるけどね。うん、ん、吐息混じりの人。ああ、芸人の芸カタカナにすんな。芸人の芸、性癖、性癖、まあ何回か言ってるかな。結構お前らが拾えないんじゃ、いや、拾いやすいのにくれや、じゃあ合わせるや、技量がねえんだよ、技量が。合わせるや、貴様らが。あ、好きなゲイのタイプ。好きなゲイのタイプ、ドンキを襲わない人ですね。
のんけは襲わない。のんけは襲わない人。うん。2丁目行きます？行かないです。絶対行きたくない。そういう、ね、そういう方々に偏見はないですけど、うん、いざ目の前にすると怖いです。いや、でも一回、のどがしめ味わってみたいです。のど越し？え？のど越しですか？いや、のど越し味わいたくない。ビール、そんな一日一回味わってるの。そう、コレステロール拓也。コレステロール拓也？なんすか、この空気。あの、ポコタテの。ポコタテ？うまんみたいなやつ。誰？あのめちゃくちゃ口がうまい男の人っす。ああ。え、知らない。あ、なんか見たことある。絶対に行かせれる人。あ、それそれです。あ、行かない。そう、絶対行かない人。俳優さんみたいな。ああ。やってたやってた。そうか、知らないの。うん。みんな知らないの？俺知らん。でも男って気持ちいいって言うじゃないですか、お尻。一回やったら絶対ダメですよね。どういうことですか？抜け出せなくなる。お尻、それは。今は掘られる方、あの、そうっす。あ、今はあの不潔感とあと抵抗で勝ってるんですけど、一回やったら絶対俺勝っちゃうと思うんですよ。いや、わかんないっすよ。ド M なんすか？いやいやいや、そこね、いやいやそこね、気持ちよければいいんじゃないですか。前立腺マッサージは最高ですね。したことない。俺もしたことない。前立腺マッサージ加えたことある？何言われたこと？おかまみたいなのやってるやん。あ、ティムティムね。ゲイキャラみたいになってやめましょう。ゲイじゃないっすから、うん、ティムティム。特に話題進む、うん、全然ね、もうトナカイイジルもっとやれや、コメントでもう終わるわ。キムジョンウンとキムジョンウンどっちが？ジョンイル。どうでもええよ。どうでもええよ。どうでもええよ。トナカイ、何？来週の衣装、うん、うんとね、猫のスウェット。お自前の猫のスウェットで来るよ。何色ですか？ベージュだよ。ベージュ。北朝鮮が好きでも嫌いでも。北朝鮮どういうことなんね。北朝鮮好き、うん、あんまりいないですけどね、好きっていう人ね。多分いないですけど。おすすめのキャバクラ、むしろ教えて。逆にね、猫の色。あ、それは面白い。買うか。買えるの？2万ぐらいかな。安い。かばっときたい。出せて2万だな。勝手に見すぎでしょ。終わっちゃうぜ。本当だよ、何も話しない気がする。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。